第43回配信を始めます。タイトルは、石川明とキリスト教と日本人を読む、その6です。えっとですね、えー、石川町で、ゴ、え、ミ、ー、出しに番号は振ってありませんが、私が勝手につけた、括弧7、ようやく近況考察が撤去されるに入ります。えっと、 近況考察撤去これは1873年ですけれどもこのことについてですね石川町には次のように書かれています。しかも近況考察を撤去したといってもそれは積極的にキリスト教の公認や解禁を意味したわけではない。 あくまでも目秘でありさらに言うなら諸外国が目秘だと勝手に解釈したにすぎないとも言えるだがこれを機に実質的に日本人への選挙活動が再開したのは確かであったということでですねなんか結構微妙な書き方ですよね諸外国が目秘だと勝手に解釈したにすぎない,と,いうとも言えると いうことですよねこの辺りの事情をですね非常に詳しく書かれたのがあの石川町には別に言及はありませんけれども鈴江栄一氏の「キリスト教解禁以前キリシタン禁制考察撤去の資料論」という 本なんですね、えー、岩田書,書院から2000年に出ています <laughs> これですね私あの国文学研究資料館資料館教授って書いてあるの見て <laughs> これ誤植じゃなかなかと最初思ったんですがこれ正しいんですね その点、あとでちょっといい触れたいと思います。えっ、ーえー、と鈴江氏はあ1939年生まれで、えっとリサーチマップを見るとですね。えー 慶応大学を卒業して、えー、それで、えー、北海道北海道立文書館員これは文書館じゃなくて文書館ですかね近代ですから、えー、そして、えー、国文学1993年から2003年 国文学研究資料館資料館教授館長となってますね。で、これ、国文学研究資料館だったら、やっぱり文学者があ館長になっていったはずで、私、あの鈴江氏のお名前を知ら,知らなかったんですけれども、これですね、あの、 まあ最初に、えー、触れたので最初にちょっと言っておきますと Wikipedia を見たらですね2004年に国文学研究資料館の不組織から内部組織に統合された資料館というものがあるそうなんですねでむしろこの資料館の方が古いわけですよね 2004年に国立国文学研究資料館資料館が開組されて、えー、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館になったと。いうことなんですね。で、独立した機関としては廃止となってしまったと。そうすると、あの、鈴江市、えー、鈴江市は、 あこの国文学研究資料館資料館があの閉鎖された時の館長さんということなんでしょうね。まあ。 国文学研究資料館の館長の方は一子定治小山宏佐竹昭弘松野陽一井伊春樹今西雄一郎ロバート・キャンベル渡辺康明という具合にみんな国文学者ですからねでそれで私は鈴江氏の名前知らなかったんですけどもまあそういうその、うん、これに付属する、えー 歴史の詩の方の資料館の館長さんだったということだそうですね。まあそんなことはどうでもいいんですが、あこの鈴江英一著キリスタンキリスト教解禁以前キリスタン近世考察撤去の資料,資料論っていうのは、あの、 その目的はあ、この考察がですね、えー、キリスト教の解禁または目標につながるものであるかどうかを考えようとするものだということなんですね。従来はあの黙認だというふうにみんな言ってたわけですけれども、えー、そのあたりを厳密に考えようとしたということですね。そしてですね、えー、っと、この内容はですね、 この書評の方を見るとですね、わかりやすく説明されていますね、えー、ちょっとこっちから見ていくと、えー、山崎美奈子、友婚の婚で、えー、これで美奈子と読まれるそうですが、精神女子大学の教授だった人ですね、その人が、 次のように表されています本書は近現代キリスト教師の代表的研究者の一人,一人である著者が考察撤去に絡むキリスト教解禁問題という多様な学説を持つ課題に関して徹底した研究史の検討と長年の多面的資料探索の実績を踏まえた周到緻密な究明によって明快に一つの回答ともいえる筋道を開示してくれたものである。 著者はまず本著があ国文学研究資料館編「セミナー限定を読む」シリーズの刊行という出版事情があったことそのため文体も抗議形式であることそしてその後後の研究成果を盛り込むという構成を取った意図を箸書きで述べているデスマス調の文体と平面な呪術に親しみを持ちつつ一気に読破してしまえるが 読者を引っ込む理由は著者の自負するその研究の発展の面白さを分かりやすく追求提示しているところにある。以上の意味から学問研究を志す諸学者に特に悲劇するところ大きい好長となっているということですね。そして研究の中心はその考察がキリスト教の解禁または目標につながるものであるかどうかということですね。まあ,あの その詳細はですね、えー、この山崎氏の書評とですね、あともう一つ書評が載っていて、沼倉信之氏ですかね、宮内庁の。 国内庁書領部の方だそうですがこの人の書評もあるので合わせて、えーまあ、読んでいただきたいと思いますけれども結論だけ言っておくとですね政府がキリ,、えー、キリスト教禁制を表明することをやめ地方間でも取り締まりを行わない状態の目標という意味での目標の時期は考察撤去の時ではなく 特定できないとしつつも、1876年から84年に置いたことであり、お説得力のある親権会となっていると。え、撤去が73年ですから、その3年から11年後ということで、まあ、随分遅いわけですね。まあ、ああ、こういう学説が、 でえー、その研究者間の間で非常に高く評価されているということですね。でこういう学説があるので、えー、石川氏も、まあ、特に鈴江町に言及はされていませんがあいささか微妙な書き方になっているということですね。ついでですがこの山崎美奈子氏については山崎美奈子氏は 山崎氏の出張はこの岩倉使節団における宗教問題というものですね。これ2006年出ていますけどもまあまあベースとなる論文は1990年代に書かれてえー、精神女子大学 ドン,ドンソーだったかな、あの精神女子大学のその、えー、学術雑誌にですね、えー、載っているものですね。山崎みなこしは、えー、1941年生まれですから、鈴江栄一とほぼ同世代ですね。ついでですが、ちょっと検索してみたところ。 まあ珍しいお名前だなと思って検索してみたんですがこれは「日本精神同窓会」というサイトに出てきてですね1963年富士65年精神科入会68年まあ最初小林って読ん,で読んじゃったんですが小林。 70札幌とか富士小林札幌って何のことかと思ったんですがこれはあれですねあの精神女子大学の姉妹校である中高のおーえー高校ああ中6年生の中高のお学校。 のことですねこの富士っていうのがあの静岡県裾野市にあって小林っていうのはこれはえー、っとどこでしたっけ関西の方ですねで札幌はもちろん札幌ということですねでも本当人生精神一色の方ですよねああこういう,う 経歴の研究者もいらっしゃるわけですね。まあ、それともかくですね。えっと、私自身は、あの。この考察について。 金星考察撤去についてですね、えー、自分のブログで何か言及してるかなと思って、えー、考察で検索してみたらあんまり書いてなくてですね、えー、これあの浄土真宗廃物希釈と浄土真宗の関係を調べていた時の、まあ、富山藩の話ですけれどもその中でですね まあ本当にちらっとですけれども、えー、新時代の波は急速に進み、同5年3月10日、横浜に日本最初のプロテスタントの教会、日本キリスト教会が創立する、合時も空洞化し、同年10月27日、檀家70個以上を有する寺院に限り最高を許す、第1次開示が実現した。 同6年2月24日、キリシタン禁制ュモ門禁止の考察も撤去され、日本の新旧キリスト教新しい発展の時代を迎え、裏紙キリシタンもようやく釈放されるということで、ですねえっと富山あこれ富山市でしたよね。えー、富山市に を引用すする際にですね考察にもほんの少しすれ、えー、触れただけでした。さてですね、えー、次にあの宣教師ふるべきと岩倉使節団に入りますと、ふるべきは非常に有名な人ですよね、えー、1959年29歳の時き来日。 そして岩倉使節団の派遣を進言した人ですねえっとフルベッキはアメリカオランダ改革派アメリカのオランダ改革派海外連動局所属の宣教師で、えー、非常にいい優秀な頭脳の持ち主で、えー、日本の若者に語学のほか 政治経済科学学ななど様々な学問を教えたとその文科生には大隈重信や伊藤博文大久保利通などが含まれているということで、えー、まあ,あ宣教師なわけですがあす宗教的な問題を超えてですね本当に優秀な親とい外国人の中でも 特に政府から信頼された人でほとんど政府顧問というような形外交顧問というような形で、えー、大きな影響を与えた人ですねそしてそのフルベッキの仕事のうち一番重要なものといえば欧米への施設派遣を進言したことで。 えー、まあそれが岩倉 a 使節団となって、えー、実現したわけですね、えー、もちろんその過程にはいろんなことがあって、えーえー、まあ i w 使節団について、えー、語る能力は私にはありませんけれどもとにかく結構当初の予定からですね当初は大隈重信が行くような話もあったわけですがそれが岩倉に変わって とということがありますよね、えっとまあ、ウィキペディアですがグイド・フルベッキについてざっと見てみると、まあ、こういう非常に知的な顔をした人で1830年オランダで生まれたんですね。そして52年に渡米しさまざま学校で学ぶと。 まあ進学校が中心ですけれども非常に幅広く学問をされたあと日本に来た人ですね。で1859年もちろん、うん、この時期には近況が続いていますから宣教師としての活動はできなかった。 けれどもその語学教師などとしてですね英語を教えるなどして、えー、人脈を広めていったわけですねまあその中には一番最初に来たのが、えー 大隈重信と一番最初というかまあ有名後に有名になる人の中でえ比較的最初の方に古きに近づいたのは大隈重信と政治のまあ種臣ですよね。でその後と海軍英語練習場に行くとまあそこにえー 大山巌とかですね大久保利通伊藤博文さらにはあ六奥宗光うんぬんとこういった人たちもお,おそらく行ったわけですねで私でえー まあフルベッキーは非常に重要な人物ですけれども、やっぱり宣教師というよりは、本当に外交顧問みたいな形だったので、当面のですね私の関心と重なるところはそんなにはなくてですね、自分のブログをフルベるべきで検索してみたところ、これだけでしたね。 あの、これもやっぱり、えー、富山藩のことを調べているときにですね、えー、林太中という、う富山藩で廃物希釈を断行した、あ中心人物、その経歴を見ていったらですね、えー、平田学派との関係なんか全然なくて、むしろ圧倒的に洋楽の影響が強い人で、えー、親戚に高峰城吉、えー、がいたわけですが、 あその高峰が振るべきのもとで、えー、勉強していて太刀もやっぱりその仲間に入ってですね、えー、大隈重信副島谷臣なんかと親しく議論をしたようなことがあったらしいですね。まあ、私自身のの関心はその フルベッキーに対する関心はあんまりなかったんですけれども石川氏はですねフルベッキーが結構好きなようで特にその軍隊と関わ,りあるの関わり合いがですね、えー、関わり合いが強いことが石川氏のその興味のまあ,あ一つの。 大正のようですね、えー、振るべきは日本における国民軍の創設と徴兵制採用を強く主張したとこの辺りもやっぱり、えー、選挙選挙士がそんなことをしたのかっていうのはちょっとまあ驚きといえば驚きですよね。で、えー、その えっと年石川町によるとですね、1 8 7 0年の秋、えー、岩倉知美をはじめとする当時の政治指導者たちが振るべき艇に集まり、常備軍の建設や沿岸防備などについての秘密会議を開いたと、その時に振る、えー、べきがどのようなことを言ったのかについては、 W.E. グリフィスの帝「帝日本の内なる力」の中に詳細に描かれているということでですねフルベッキは集まった日本人に対し「平和は哲学者の夢でありキリスト教徒の希望でありますが戦争は人類の現実の歴史です」と述べたとこれまでイギリスが世界各地で何をしたか フランスやドイツロシアはこれまで何をしたかを考えてみようとフルベッキは言い現実に危険があるのだと繰り返したそして次のように続けている私の助言は海岸を固めると同時に真に国家的な軍隊を作りなさいということです若者を訓練し教育しなさいそしてすべての人に昇進の道を開きなさい グルベッキによると軍隊を作れば地方主義や極端な階級的うぬぼれも打破され国中の人々が国の繁栄に対する正しい誇りと陛下の誉れを高めようという熱情とで満たされることになるでしょうそしてグリフィスによるとこの秘密海域から数週間も経たないうちにこの平和を愛するけれども賢明なこの宣教師の助言に従って日本は国軍創設の準備に入ったというと。 まあもちろん、ベッキの意見がですねべて決定したはずもありませんけれども、やっぱり非常に広い視野からですね日本を見ている人なので、ベッキの考えも当時の日本の政治指導者に相当な影響を与えたであろうことはまあ間違いないですね。このグリフィスについてもちょっと見ておくと。 この人はアメリカ出身ですね。えー、でオランダ改革派ということでべき、えー、とも共通点がありますね。でまあ最初、えー、178、えー、年齢は1843年生まれですからべきよりは13歳下ですね。そして最初は 明治3年千百7 0年に日本に来て、えー、福井藩で、えー、教えてその後、えー、廃藩置県により福井藩がなくなってしまうの,ので、えー、今度は大学難攻東京大学の前身に移ったということですね。古いべきに比べるとまあやっぱり学者としての人生を 学者そして宣教師としてのですね帰国後はですね牧師としての人生を歩んだ人でルベ、えー、ッキのようなある種政治家的なタイプの人ではなかったのでしょうがその非常に筆まめな人でですね、えー、いろんな記録を残していますね。 そして、あの帝、日本の内なる力はですねこれはあの現在は岩波新書から出ていますがあ岩波文庫から出ていますがこれはもうちょっと早くですね別の出版社から1970年ぐらいでしたかね別の出版社から。 出されたものを岩波,岩波文庫に取り入れたというものですね、まあ、岩波文庫の方の紹介をちょっとだけ見ると東京大学の前身である南高で教鞭を取り明治天皇に配慮する機会を持ったアメリカ人教師グリフィスが明治天皇の生涯をたどりながら明治維新日本の近代化があ西洋の衝撃によるものではなく 日本人全体の力による歴史的必然であることを後付けた書、特に天皇の日常生活を淡々と描いな生き生きと描いた第30章が興味深いというふうに書かれていますね。ちょっとさっき省略してしまいましたが、古、えー、ベッ、えー、グリフィスの翻訳 このあ帝は日本の地の土からは研究者から1972年に出ていますねでそれがあ95年に矢波文庫に入ったということですねさてですねあの小見出しの 拳銃がを携帯していた宣教師の方に移りますと、えっとベッキはですね、常にですね拳銃持ってたらしいんですよね。えっとあの グリフィスが書いたフルベッキの電気、新薬交渉、日本のフルベッキ無国籍の宣教師、フルベッキの生涯、えー、という本によるとですね、えー、グリフィスは次のように述べているそうです。フルベッキ氏は自分のリボルバー、回転式拳銃を注意深く、いつでも使える状態にしていたと私は記,録記憶している。 彼は緩めの背広の上着の右ポケットにリボルバーを入れていたとっさに用いるには一番良い場所だと彼は言っていた酒に酔った不浪人やならず者は言うまでもなく人を殺すのをいとわない浪人や種々の物騒な輩が主婦には溢れていた日本のふるべきは自分の命を投げ出す気持ちなどもうとうなかったということですね。 で当時、横浜外国人居留地守備のために来ていたイギリスの軍人2名が日本人に刀で切り殺されるという事件があったのだがフルベッキはその2人の軍人は拳銃をベルトの後ろにつけていたから相手の素早い攻撃に対応できなかったのだとも言っていたそれ以来フルベッキ伝を書いたグリフス自身も彼の真似をして拳銃を上着の内側に隠せるようポケットをつけてもらったということですね。 まあこういう面もやっぱりですね「ふるべき」が単なるその宣教師を超えた存在であったということがですねえよく現れていますねちなみにこの「新約交渉日本のふるべき」「無国心の選挙を宣教しふるべきの生涯」という本はえ松浦麗氏監修村瀬 久吉役で洋楽堂書店っていう出版社から2003年に出てるんですね。で私洋楽堂書店という本屋さんを知らなかったのでこれ検索してみたら佐賀に佐賀のお古書店古書専門店だそうですね。で、えー、ごくわずか 自社からも本を出していて、えー、その一つがあこの「新約交渉日本の古べっき」というものだそうですね。現地グリフィスの古べっき日記の語尾を論功構成先行論文群に一石を投じる意欲的研究。 著者渾身の国内外資料調査と規約の精査から改めて描き出す鮮明な古賀き像ということだそうですね。えっとまあ今日は本当に、えー 石川町の召喚に終始してしまいましたが石川氏は本当に何か古べき好きだっていうのがあ文章の端々からも伺かわれますよね。ということであまり自分の意見を言ったりする機会もなかったんですけれども。 まあ30分ぐらい経ちましたので今回,は今回の配信はこれで終了したいと思います。